どんな条件突きつけたんだ。全財産と過去の罪の告白だ。お前の正体に気づいたかもしれないな。そうかもな。今からでも遅くない。剣持は司法の手で罰するべきだ。俺に任せてくれ。あいつが過去の罪を認めるとしたら、これしかないのは分かってるだろ。